終わりにさ一緒にタピオカ飲んでマジで帰りたくなさすぎてずっとごててたずっとごててて記憶が結婚してゆきさんと結婚するし無理ですねそれはずっとごててて記憶タピオカ屋さんでもうそろそろ行くかって言われたけど行きたくないです帰りたくないですずっと言ってた でギリギリまで一緒に帰っててでもバイバイする時も帰りたくない嫌だってずっとずっとごててたずっとごててたらあの明日も会えるやんってもう正直10時間後ぐらいには会ってるけどって言われて、まあ、納得して帰った模様様子でしたけどでもさ離れたくなくないだって1秒たりともさごてるねんえごてるって言わんだだこねる帰りたくないやだやだやだって言うの関西弁なんかなごてるって金魚ありがとうハートありがとうめっちゃだだこねたから昨日困らせてみたゆきさんのこと困らせてみた今日はねじゃじゃんこれ使ったかほさんにいただいた下地これねめっちゃ良かったじゃなんかずっと使ってるやつがなくならんかったからずっと使えてなかった今日やっとねあの使えたんですよそしたらなんかこうしてちょっと無理ですちょっと悲しいから無理あのねいつもなんかそのクッションファンデだけでその下地とクッションファンデだけやったらめっちゃ乾燥するねんなだから結局なんか肌がボロくなっちゃってダメだなって思ってたけどめっちゃ良かったこれぜひ皆さんもジルスチュワートですめっちゃ可愛いしかもサイズ感も嬉しいカホさんからのプレゼント中身なくなっても飾ります当たり前にありがとう、ね、すごく保湿力があってよかった初めて使ったなんでそんな妹キャラなそれな分からへんなんでやろうお兄ちゃんがいるからじゃないだからといって分からんその周りに甘やかされすぎたんかも人生今までなんか今日が本気で今日が友達なんかいいやつしかおらんくてなんかめっちゃいいやつ多いんですよねしかも年上がめっちゃ多くてその今日がバイトの友達とかダンスの友達とか学校の友達はまあそれは同い年やけどなんかそれ以外の友達が多分普通に他の人と比べたらめっちゃ多くてだってみんなはそんなダンスかませんやんダンスでまずめっちゃ友達が増えたっていうのはそれがほぼ年上やったっていうのもあるとあとはバイトがもうほぼ年上しかいなかったからバイトの友達がほぼ年上でもうほんまにそこでもう散々甘やかされて生きてきただからちょっと本当にこんなこと言ってられないんですけど甘やかされる人生しかね経験してないのでちょっとあんまり厳しい目には会いたくなくてだからあんまりなんか厳しい目に合わすのはやめてほしい迷惑がかかるから許可に甘やかされる人生が一番知ってそうそうめっちゃ優しい友達甘やかされて生きてきたからね許可自分でも自覚済みだから年上に甘えることしか知らない逆にもう本気で生涯年上の人とだけ生きていきたいと思う年下は可愛いけど関わり方が分からんあんまり友達にいないからほんま友達おらんねんな年下の同期ぐらいしかおらんねえブラシなくなったブラシがなくなりました甘やかしてほしい意外とね多分強化ってそういう風に見えてないと思うけど最近の感じじゃ意外とめっちゃ子供です
ちょっとバブです今日からってっていうのがちょっとあんまり分かられてないのはちょっと悲しい所存ね。めっちゃ焼肉食べたい。花火たくさんありがとう。会いたい。かわいい。ボンジョンヨのシピシピの。ゼロにアイスシュガーです。きょうちゃんのメイクレシピね、まあいつかねできたらね。きょうかほんまにああいうの作れる自信ない。作ってじゃあ作ってや、あのメイク道具言うからさ。言うから作ってほしい。みんな誰か作ってほしい。かわいいのかわいいの作ってお願い。作るから全部教えてほしい。いいよ。ちょっとじゃあもう一回教えてあげるな。昨日見てた人は待ってるわと思うかもしれないですけど教えてあげます。じゃあ今日は下地からね。はい、じゃん、これディオールのスノーメイクアップベース UV35 ブルーです。これ結構有名ですよね。でファンデーションがこれディオールスキンフォーエバーフルイドグロー 0CR です。でもう一個ファンデ使ってて、それがミルクタッチのグロークッション01ロージーアイボリー。これたまごっちみたいでかわいい。でコンシーラーがルナのロン、文字ちっちゃい、なにこれ。01バニラです。でパウダーが、あ、これ見せれないんですけどこれだけで察知してほしい、エレガンスラプードルオートニュアンス VI みたいな、わかんないけどエレガンスのパウダーです。色はこれ、これスキピとお揃いで、これがクラランスのメイクキープミスト。でシェーディングがキャンメイクの01番。毎日メイク商品メイク道具紹介してんのおもろすぎんねんけど。でちょっとこれはパウダー、眉毛のやつはイワグラムです。これ本当にいいんだよ。 VBR2 って書いてるね。でハイライトがディオール4色のやつ004ローズゴールドです。これマジで良すぎる。輝く。これ使い始めてからめっちゃハイライト褒められるようになった。でアイシャドウはディオールのバックステージアイパレット007コーラル、これシャシャにもらったやつです。でもう一個使ってるのがセルブのアイシャドウアイミューズパレット01アンティークローズ、これめっちゃ可愛い色で、チークが2個使ってて、うん、大好きなにゃん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 、大好きにゃん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 、大好きなにゃん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 、大好きにゃんにゃんにゃんな、ゆきさんにもらった、これはポール&ジョーの猫ちゃん、みゃん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 、大好きにゃんにゃんにゃん、猫ちゃんなの、にゃん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 、こんな色をしているよ。これほんまにめっちゃ可愛い。にゃん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 、何番とか書いてないんですけど可愛い、にゃん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 です。
ね、これはアンズニャン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 ズニャンニャンアンズニャン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 にもらったチークです。10コントゥーラスト170ローズグラシエ170ローズグラシエです。これはアンズちゃんとお揃いな気がする。アンちゃんがお揃いって言って渡してきたような記憶もあります。そして命のまつげナルドはじゃん、モンジョン用のヌードアイラッシュ02シアーブラウン本当は黒がお望み通りだけどあんま売ってないからブラウンを使っております。でこれ下地のように使ってて上からこのなんだこれはミルクタッチのマスカラでございます。これマジでいいからぜひなんですけど、でもなくなっちゃったから買いに行かないといけないというところにありますね。で涙袋の鍵はセザンヌ各二重アイライナーです。10番陰陽ブラウン、陰陽って読めた。で眉毛はキャンメイクパーフェクトエアリーアイブロウ02番700円ぐらいね、使ってない。であと目の下のここ今日は書いてないんですけど、なんかライン書くのに最近使ってるキャンメイククリーミータッチライナー07番なんとかあずきブラウンみたいなやつだった気がする。でアイライナーは超かわいい、これスヌーピーとオラフ、これオラフやんな確かの黒使ってます。もうラブライナー描きやすすぎてえぐい、めっちゃハマってる、ずっと好き。一回さまよったらマジで大変なことになった。アイライナーは絶対にラブライナーがいいと思います。ヒロインメイクも素敵だと思います。あとラメはコリウォンジョンヨダイヤモンドライナー02アイスシュガー。そしてこれハイライトのこことここに塗ってるマックの見えへんクズルシャドウ、グスルシャドウリキッドエブリデイイズサンシャインって書いてるアイシャドウらしいけど、でも今日はハイライトとして使ってます。めっちゃ美しいラメ、これくるみにもらったやつです。くるみの誕生日はもうすぐ。そして今日の大好きなラメがペリペラデュオポケットグリッターシャドウ03ソルティーシュガープラム、これ良すぎるから頼むって感じ。今日もないからガチで頼むっていう感じで、リップはこれジルのリッププランパー07番一番黒い顔なんか色してるやつ買った。で最近使ってるリップはちょっとこれでもなんか最近なんか匂いがするソウルガールやって、アミューズのソウルガール、今話題のコスメ画像作る準備ですか。自分ではちょっとまだ作れへんから人に作ってもらおうとしてます今。だからぜひメモしておいてください。でこれがもう大好きなニャンニャン大好きなディオールのマキシマイザーの026インデンスモーブ、良い、とても良いって感じです。以上、誰か作ってくれるかな。きょうちゃんが作れたらまあ早い問題なんですけど、めんどくさい。真似する、真似してくれる。誰か作ってね、人頼りですみません、お願いします。かわいいもう作ってね。きょうちゃんのメイク道具でした。参考になったかな。
かわいい、かわいい花火ありがとう今日はね、久々にインスタを更新しました。なんか最近あんまり更新できてなかったから、なんでこれ流行ってんのやろ今。あ、ちなみにカラコンはちょっと箱がないねんけど、このモラクのこれじゃないんですけど、あのブラウンじゃバニー、ブラウンバニーかな、確か確かブラウンバニーです。あれねめっちゃいいけどなくなっちゃって、もう全部だからちょっと明日はこれを使うしかない、苦しいんですけど、まあ、これは2番目にお気に入り、ドーリッシュブラウン、ブラウンバニーが一番可愛い、黒ですという感じでございます。みんなこれで強化の顔になれます。もうこれ真似したら強化になります。花火たくさんありがとうございます。お腹空いてきた。ハートありがとう。あ、そういえばさ、今日か今アラジン見てて、アホーニューワールドあるよ。あれさ、ずっとリトルマーメイドのアリエルの曲やと思ってたからびっくりした。違うんや。あれでね、気づいた。アラジン面白い。今途中まで見てるけど、てか愉快でめっちゃおもろい。すごいラップみたいなとかさ、ボイパ始まるからおもろいなと思って。今はアラジンが、アラジンちゃうわ、アリ王子が溺れかけたところぐらい、うん、かっこよかった。あの登場シーンてかダンスパートすごすぎてすごいと思った。だってあの俳優さん、歌と演技とダンスがあんなにできるってことやろ。半端なくない？やばくねってめっちゃ思った。バリ踊るからすごいびっくりして。この人歌うし踊るし演技するしすごくないかと思って、すごい面白い。ディズニー行きたい。うん、ディズニー行きたいよ。ディズニー行きたい。ディズニー行きたいけど行き過ぎないぐらいがちょうどいいと思う。けど年パスが復活したら絶対に買いたいな。ダンスパーティーな。ディズニー行きたい。ちょっと最近立て続けに C 行ってるからね。ランド行きたい。てかめっちゃディズニーハマっちゃった。ディズニープラスもねめっちゃ面白い。アラジン見てるけど、ちょっとアラジン終わったら次は
何を見ようか考え中です。何がいいかな。アリエルか。アリエルは実写かアニメどっちがいいと思う？あとね、普通にトイストーリーも見返したい。アニメなんや。アニメちょっと画質悪いからな。ちょっと画質悪い。あとピーターパン見たかったんけど画質が昔すぎてやめちゃったけど、まあそこが味があっておもろいという意見もありますよね。リメンバーミーもう一回見てんけど、あれはマジでね、涙なしでは見れへんから、なんかそう簡単に見てはいけないと思う。もうしっかりと見ないといけないと思いますね。今日今ドラマ全く見てない。なんか一時期めっちゃドラマ見る時期あんねんけど、今はそうじゃないの。なんかもう何も考えずに見れるぐらいのドラマが好きで、なんかそのあんまり苦しまなくていいドラマなんかほんまに流し見見る、流し見するのがちょうどいいぐらいのドラマを一生見てる時期もあるんですけど、最近はディズニー映画を一生見てる。ズートピア見たことないけど面白いって言うよな。音楽が好きです。評価はミゲル歌うますぎ、びっくりする。普通にトッケビは、トッケビ見た方がいいなそろそろ。でもなんかそっち系の見れるやつ多分今何も入ってないねんな。この間しっかりね解約した、いろいろと。ズートピアって面白い、なんか面白いって言ってた気がする。作が黒幕がいるみたいな。何やろ。でもモアナめっちゃね良かった。アナ雪2めっちゃ良くない？めっちゃ好きなんやけど。美女と野獣も良かった。マエフィセント気になるな。ラプンツェルがいい。ラプンツェルもう一回見たい。じゃあズートピアにしよっかな。花火ありがとうたくさん。じゃあなんかロマンス系恋愛系がいいなって思ってたけど、リメンバーミーめちゃめちゃ見れたから、いや見れるかも。あれはスターウォーズ、スターウォーズはどうなのよ。滅見れるんやこれ。もうラプンツェルがいい。もう一回見たい。ラプンツェルさ早くない？終わんの短く感じる。めっちゃもう終わりやんってなる。でもアナ雪はねあんまりしっかり見てないから、一応もう一回見直さないとあかん。それに音楽もめっちゃいいし、リトルマーメイドを見ないと不幸せな魂みたいな、サインしていただきね。まあビリーブだけ見てるとこうなります。ただこれがどの作品かわからん。ラプンツェル好きな人はマレフィセントみたいなハマる。そうなん？そっち系なんや。なんかそっち系じゃないと思ってた。なんかこの悪魔みたいなやつがおるからさ、そんな風には見えなかった。ミッキーさんだ。なんか面白そう。このさ、ウォルト・ディズニーの約束とかさ、なんか普通にここまで行きたいな。面白そう。花火たくさんありがとう。レック・イット・ラルフ知らん。何それ。
もう怖くないんや、マレフィセント。じゃあロマンスってことですか。ローマンスは、もう触覚なくしたら顔が明るくなった。花火たくさんありがとう。お、アバターもらってくれた。ぜひこれいろんな場所で回してもらえたら嬉しいですね。力作強化のどう、ミラボニキ。家族の愛情、え、そうなん、え、全くそんな風に見えへんねんけど、なんであのさサムネにしたやろ。カラオケオールオールしたことは悪くない。だって起きてるってことでしょ。いただきねー、家族の愛。あ、そうなんや、そっち消えないや。へえ、本当ありがとう。カラオケのオールか、どうだろうな、どうだと思いますか。レインボースターありがとう。泣ける系なん、マレフィセントって。あ、そっちなんや。へえ、じゃあもうこれ以上さ恋愛映画ないん、ディズニー。マレフィセント見るとキョウちゃん愛してえなって気持ちになる。ええそうなん？何やと思うね。シンデレラは正味分かってるけど、けどルシファーが見たいからちょっと見なきゃなって思ってるけど、でもアニメの方があの画質悪い系やから実写で見ようかなと思ったけど、実写で見たらルシファーがこのルシファーじゃないわけやん、アニメじゃないから。そりゃ本物の猫が出てくるけど、でもその猫がめちゃめちゃ可愛かった。ほんまにルシファーって呼ばれててさ、可愛いってな。初恋感、じゃあそれはアニメと実写どっちですか。てかまずディズニープリンセスの映画全部見た方がいい気がしてる。なんやと思う。あなたありがとう。あ、実写なんよ実写に決まってるんや。そうなんや。え、シンデレラは実写で、まあ後々全部見ればいい話じゃないけど、でリトルマーメイドがアニメで、それじゃないか。トイストーリーみたいな。へえ、ルシがルシじゃないけど、まあ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 、まあいいか。ルシちゃん、もうなんでそんなに可愛いんだよお前は。もうもっとこんな顔してさ。シンデレラの列車に感動して、え、そうなの。じゃあ見るかね、ルシちゃん見てほしいよね。君あんたに可愛い顔してさ、そんなに、どういうこと。かわいい、かわいい、かわいい、ルシちゃん、ルシ飼いたい。じゃあルシみたいな猫飼いたいって思ったら、まあ、あのシンデレラのあの実写版の猫飼えばいいのかって思った。少し不幸せな魂。うわ、パイレーツ・オブ・カリビアン、ちょっと怖そう。ちょい怖じゃない。え、でもパイレーツ・オブ・カリビアン見てからあれ見たらおもろ、あの乗ったらおもろそう。カリブの海賊なんであんなおもろいのに空いてるんやろな。結構空いてるイメージがある。やばい、ディズニー行きたくなってきた。
なんやろ、乾杯ってしたくない。へえ、え、見てみようかな。でもハリーポッター見返さないとあかんくて、そろそろ。そう、今日が最近ハリーポッター全然見てなくてやばいんよ。でもなんかガチャガチャ見つけると回したくなるし、あの豊島園のやつもマジで行きたい。ね、豊島園のさハリーポッターめっちゃ行きたいのにさ、なんか入場料、入園料結構かかるし、その東京の人じゃないからわざわざ行かないとあかんわけよ。しかもハリーポッターしかないよ。ほんまにハリーポッター好きな人じゃないと行ってくれへんから困ってる。アリよりのアリやばいな、確かに久々に聞いた。そう、ハリーポッター見返さないとダメなんですけど、まあその前にディズニー映画をね見てハリーポッター見たいなと思います。豊島園がちょっとどこにあるか分からんけど行ってみたい。マジでさ好きな人じゃないと絶対に連れて行かれへんやんか、だから困って。あげぽよとか言う言葉もあったな。あれはヤバミ、ヤバミザワ、ヤバミザワとか言ってたよな。恥ずかしい。なんやろ、あとこれ懐かしい言葉思い出したいな。ヤバミザワ、ヤバタニエン、ヤバくない。でも小学生とか、うわ、激おこぷんぷん丸とか言ってたな。なんやろ、さっぱりピーマン絶対関係ないよ。ダッスンバレライ懐かしい。うわ懐かしいな。それ教科が小5ぐらいの時に流行って、めっちゃ友達と一生見てた。ピエン超えてパオンとか言ってたわ。何やろ、え、でも、ま、今やったらそれガーチャーとかさ、どうなんやろう、がもう何年か経って、うわ懐かしい、あんなこと言ってないよ。そんな言ってないけど、今の小学生がそうなるかもな。ありがとう、懐かしい。絶対ね、あの小学生の時めっちゃいろんな言葉発してたと思う。本当にしょうもない、なんかそういうのをずっと言ってたと思う。まあ小学生やから仕方ないけどな。なんでだろうな、いつ知ってる。でもすごくない、その世代。ハートありがとう。氷河たちの世代はあの「あったかいんだから」が死ぬほど流行ってて、マジあれね面白そうで、確か見て多分ね。じゃ、なんかあの時代の面白そうやばいぐらい面白くて、毎年家族で見てたんですけど、あのやばいもん見たって思った。めっちゃ衝撃受けた。なんかあの時代、なんか今特に許可テレビないからさ、お笑いとかあんま見てなくて、あの時代のお笑いが面白すぎて、なんかいつも見るたびにやばいもん見てるみたいななってた。いやこれ半端なくねって思ってた。あとラッスンゴレライも僕すごいすごいなって思った。あれなんだろう、結局面白かった。あとはあのパーフェクトヒューマン、あれが結構めっちゃ覚えてる。面白すぎてなんか時空がとなんか止まったというか。え、そう面白そうでね、毎年その
大晦日に面白そう見て、でなんか面白い芸人さんを見つけるっていうのがめっちゃ面白かった。いつもわーもうお笑いみたいな、お笑い結構好き。吉本も見に行って、多分行ったことないな、テレビではいつもつけてたけど、やっぱそういうので関西人はもうその流れができてるのかな。うわ、誰誰イングリッシュやろ、知ってんねそれ。懐かしい。うーん、今日かわいま、ジャルジャルさんにハマってます。ちょっと前かな、何やろ。でも今日が一番好きな、あでもノンスタイルさんがめっちゃ好きやったな、なんか面白かったから。なぜか知らんけど、そのテレビとかで見て上がってた、あー出てるーってなってた。あとはあの陣内さんのネタもめっちゃ好き、なんかめっちゃ手込んでるし面白い。ジャルジャルアイランドみたいな、めっちゃおもろくて YouTube で一生見てる。あとジェラードンさん大好き、あのね貫禄ありすぎる小学生が好き。あとはジャルジャルさんで好きなのはみなみっていうやつ、みなみっていうやつのモノマネをね一生作としてる。ふい、知ってるかなみんな、なんかほんまにイライラするっていうやつ絶対知らんな。みんな見てください、ジャルジャルさんのあのみなみっていうやつみたいな、調べたら来てくれると思う。みなみ知ってる？ほんまにイライラするわ。読んでないね、腕も。読んでないね、腕も。ほい。ほい。これなんか同窓会の幹事みなみがやらされて、なんか電話で予約してるのに店員さんと話通じなくてイライラしてるみなみが可愛いです。ほんまにイライラするーっていうねほんまに面白いあれ。ほんまにね、でもふいーふいー、めっちゃ似てるくない？どう？ハートありがとう。まあ、トーク会でやっていいの？ふいーっていう、任せて。ありがとう、やっても。ふいー。南同士で会話したらマジで会話成り立たなさそう。え、てかみんなトーク会来てよ。てかさ、てかさ、てかさ、来てよ。てかさ来てよ、みんなトーク会と握手会来てよ。てかさ、てかさ、てかさ、みんな来てくれますの？うんね、来てくださいよ。ハートありがとう。明日公演なんですよね。公演さ、今月あんまりなかったやん。今月全然公演なかったかない？あれ？制服の目出てる？今月やった。あ、鉄ナーに出たな、そういえば。鉄ナー、あれ鉄ナー1回しか出てない？久々？え？鉄ナーなんか2回ぐらい出た気がするんだけど。
あれ今月手伝い一回しか出てなかったっけ、昔日曜日の握手券買った、ありがとう、嬉しい、待ってるね、みんな来てください、頼みます、お願いします、みんな来てくらよ、寂しいじゃないか、時間がない、3回目とか今日、今月明日でやばない、なんか今回少なかったですね、今月なんでやろ、ほんまに8月暇やった、でも来月はそのやっぱね周年の前だから、来月もなんかねそんなに公演あるのかないのか分からんところではあるからね、寂しいことだ、次の手綱待ってるね、次の手綱はくるみがいます、珍しい、めっちゃ違う、なんかくるみと一緒に手綱出るのが、じゃあ2人で公演っていうのが珍しいというか久々やなって、言って来週だ、なんだろうな、ユニットつなみに待ってるね、ね、でもチョコするならおしりんさんと一緒がいい、じゃあほんまにウィンブルドンなんでこんなやらしてくれへんの一回しかやってないでずっと言ってる、結婚してちょっとお腹空いたから無理ですね、でもねアメピがねこの前すごく好評だったからまたやりたいですね、ね、バーコードもまだやってないからやりたいな、うん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 、花火ありがとう、明日も会える、めっちゃ嬉しいねんけど、なんかね昨日も会えて今日も会えて明日も会えるんですよ、やばい、ほんまに嬉しい、やばい、隙バレする、それは危ない、かわいい、会いたい、みんなはきょうちゃんに会えますか、本気でスキピってさ1秒たりとも逃さず一生会いたくないということで、本当にきょうちゃんのことスキピだなと思ってる方はぜひあのトークが今なら好き放題見てられます、きょうかのことどうですか、最近どない、もうマジでバットとか言って、ゆきさんに3日連続会えてシャシャンには2日連続会えるので幸せなこともあります、みんなが会いに来てくれたらちょっと強化の気持ちも上がっていく可能性があるので来てくれたら嬉しいな。
まあでもスキピに会えるので OK です。これでもしスキピに会えない日々が続いてたらもうやってらんねえけど、会えるので良きです。ほんまに眠れる森の美女の話、あの悪魔みたいな被り物してるのに、あれはなんで。花火たくさんありがとう。どうしよう、もうほんまにユニバ行きたい。生えてるんや、あれすごくない、それ牛ってこと、すごいやん、生えるんや。え、てかね、今日オームランズちゃんに会ってあの写真撮ってたらなんかあのすごいすごい美人って言われた。え、なんかそう可愛いとかじゃなくさ、美人という褒め方いいなと思って、それいいねって言っといた。美人って嬉しくない？そう、なんかね最近美人って言われた。なんか今まで可愛い系だったけど、なんか最近美人系でいいねって言ってくれました。美人らしいです今日が。ほんまに？なんでやろう、何が変わったんやろう、前髪かな。逆に緊急性時代の自分めっちゃ気になんねんけど、結構もう正規メンバーでおるつもりやってんけど、割とそんな長くはないよな、まだ3ヶ月くらいしかなってる。マジベイビーでした。あー、まあ確かにメイク変わった、もしかして。分からん、なんか変動ありやから常にさ、分からへん。やっぱこのリップがいい、このリップもう一回買いまーす。かわいい、懐かしい。うわ、11キロご飯行ってる、会いたい。え、そう、何が変わったかほんまに分からんくて、なんかめっちゃ言われるね、たまに。なんかそのメイク変えたのかなみたいな、最近メイク変えたのかなみたいな、よく言われるねんけど、分からん、ほんまに。そこはそれはほんまに分からんとやってるから。え、台風全然大丈夫やねんけど、こっちはみんな大丈夫ですか。逆になんか今どこにおるかもわからんねんけど、まあ多分九州にいるっぽいですね。見てる、結構結構見てます。来て見てるけど、どうなんですか、遅いん、めっちゃ遅いんやんな多分、もう本当にまだ遠いからこそみたいなさ、マジでいいよ。博多から飛行機飛ぶか、え、それ結構危険じゃない？あんま分からんけど、マジで台風ってなほんまに困るって。明日は大丈夫そうですよね、とりあえず多分明日は多分大丈夫。なんかその結構前からさ、割ともう1週間くらい前からさ言ってる気がする、その台風が来るぞみたいな。だけど割となんかずっとうろうろしててもなんかまあちょっと風強いんかなくらいでなんとかやり過ごせてるから、分からずにいたけど、ほんまに来るんかな。昨日くらいに通り過ぎるはずやった。もうなんでそこ落としちゃうかな、さっさと行ってほしかった、ほんまに。雨なんや、もう雨とかも全然許す、全然。なんでそんな遅い、逆に。てか逆に停滞してるってこと、それなんか巻き込む、その周りの方やばくないですね、ずっと
近くに台風がおるってことでしょ。めっちゃ嫌じゃない？大丈夫なんかな。なんかそのニュースもあんま見えへんからさ、分からん状況が。どんな感じ？でもなんかそんな聞かんくない？まだ分からんけど。やばいです。最悪だよ。お腹すいた。歩くスピード、歩くスピードで逆に来てくれたら名古屋に到達するまでもめちゃめちゃかかるんじゃない？雨雲レーダー、雨雲レーダーの読み方がわからなくて無理なんですよね。うん、ほんまに頼む。なんか夏何もしてないからさ、はあ、そうやってまた。おお、すげえ。雨雲レーダー見てたらほんまになんかすごいのあった。鹿児島あたりにいるこれ。え、すごっ。金魚花火ありがとう。きょうちゃんがおかげ横丁歩くスピードと同じくらいの速さ。それやったらだいぶ速いで。それやったらもう多分今頃おらん、日本には。台風の目がはっきり見えるとやばい。台風、そうなんや。ほんまにマジで。えぐ。ということで、もうみんなは祈っといてください。本気で祈ってみたらね、もしかしたらね、分からんから。それはほんまに分からんけどね。ということで今日はもうランキング読みたいと思います。確かに福岡から北海道まで半日くらいのスピードだった。いや、福岡から北海道までやったら強化のスピードで行くと2時間半ぐらいのスピードでおかげ横丁歩いてた。ガチ、これはガチです。ちなみに。ということで読みます。13位高平、12位猫鍋、11位平賀、10位リニア、9位ミッキー、8位ハル、7位カツボン、6位ワカ、5位ズッキー、4位アキラ、3位シュン、2位ウエモン、1位マイケルでした。ありがとうございました。パチパチ。明日あやさんの生誕祭なのでたくさん盛り上がっていきましょう。明日もよろしくお願いします。みんな遠く帰ったら福祉会来てね。お願いします。バイバイ。